カテゴリー、アーケードゲーム作品カテゴリー、大型筐体ゲーム大型筐体ゲーム、大型筐体ゲームは、アーケードゲームの種類の一つで、筐体の大きさに着目した分類である。一般的なアーケードゲームが小型で他のゲームへの、転用が容易な汎用筐体に入れられるところを、これらに分類される、アーケードゲームは、そのゲーム専用の大型の筐体を用意し、プレイさせる形式となる。 特に一般的アーケードゲームが、筐体の前に置かれた椅子に座ってプレイするところを、これら大型筐体では、座席部分が筐体そのものになっていたり、または立ったまま全身を使って操作したりするものも、多い。例えば、レースゲームならば、レーシングカーのコックピットを模した筐体、フライトゲームならば、飛行機のコックピットを模した筐体で、よりリアルな臨場感を味わうことができる。 特に1980年代後半から1990年代にかけて流行した体感ゲームでは、これら筐体をモーターや油圧装置の力を使って動作させたり、または入力機器がまたがって操作するタイプのものなどがあった。今日でも一部バイクレースゲームに見られるが、当時のものでは顔に当たる風までも再現していた。 プレイヤーはこの全身で感じるゲームにより、よりリアルな臨場感を体験した。なお体感ゲームは大型で場所を取り、また、消費電力も他のアーケードマシンの有に数倍というものもあり、都市部のプレイスポットのような限られた店舗にのみ設置されていた。ただ体感ゲーム流行後期には、乗っている人が乗り物酔いを起こすほどに動くものも見られた。 セガ R-360 はその典型とされる。これら過剰性能とも、やりすぎとも言える体感ゲームでは、プレイ中は、ロデオマシン挑戦者並みに、他のゲームセンター来客の注目を集めてしまうことも、あり、インカム率の低迷もあって、次第に姿を消していった。ただし、熱狂的ファンもおり、一部マニアではわざわざ、設置点情報を得て、 遠くの店まで出向く人も見られた。なお、風営法の関係上から、規制対象外危機器である大型筐体ゲーム、主に、レースゲームの需要は、インカムに関わらず常に存在する。可動部分などを備えたものこそ少なくなったが、おおむね定期的に大型筐体ゲームは、リリースされている。1980年代前半から中盤にかけては、 大型の筐体の中にレーザーディスクを内蔵させたレーザーディスクゲームが出回ったが、制作、運営コストが高いこともあって、当時の主流ではなかった。価格や設置場所、さらには消費電力の問題からこれに分類される、家庭用ゲームには存在しないか、または家庭向けのゲーム機に移植されても簡易なインターフェースにアレンジされたゲームとなっている。 ゲームセンターに行かないと遊べないという意味で、アーケードゲームの特徴の一つとなっている。近年では、各ゲームメーカーでは、ゲーム内容だけではなく、衣装を凝らした筐体デザインでも、消費者の注意を引こうとするようになった傾向がある。ガンシューティングゲームのような大画面で遊んでこそ、臨場感が増すタイプのゲームだけではなく、一般的なビデオゲームでもプロジェクションモニターによる、 大画面下により、大型筐体に収められて設置される例が見られる。ただし、他と互換性のない専用筐体ごとの購入を強いられることは、しばしば、ゲームセンター運営者にとって、大きな負担となっている。これら大型筐体の多くは、その外装部分の大半を化粧板で加工された、合板を用いており、プレイヤーの操作する入力装置や正面パネルのみ、 合成樹脂製のパーツを使用している。これは、専用筐体を汎用筐体と同じように強度や、軽量化の測りやすい、ガラス繊維強化樹脂や、耐衝撃樹脂、または、金属パネルなどで作ると製造コストが高くつくためで、ある。このため一般的な筐体よりも、同様積あたりの重量が、やや重くなる傾向も見られる。当然、筐体1台あたりの重量も大きい。 なおこれら大型筐体では、プレイヤーに全身で力強く操作されることもあるため、要所要所には、金属製のパーツが補強用に使用されている。またこれら大型筐体の魅力の一つに挙げられる、特徴的な入力装置は、破損などの際ゲームセンターにいる定員でも、交換修理ができるようアッシーとなっており、内部で、 コネクタ結合されているだけの構造であることが多い。サービスパネルを専用の鍵で開ければ、ネ、ね、ジ回しなどで簡単に脱着ができるようになっている。それ以外のボタンやコイン投入口は、汎用筐体と共通のパーツが用いられている。専用筐体も、消費者の人気を博するようになると続編が制作されることもあり、これに対応して、 ゲーム名を示す看板や化粧パネルは、後から差し替えが効くようになっているものも多い。特に人気ゲームでは、頻繁にバージョンアップされ、その都度看板パネルが入れ替えられていく場合も見られる。かつての体感ゲームでは、揺れすぎることから、乗り物酔いを起こすものすら見られたわけだが、これらでは特に安全性を重視し、プレイヤーがゲーム機筐体から投げ出さないよう、 シートベルトが設置されていた。また、筐体が大きく動作する。これら体感ゲームでは、不要意に誰かが接近した場合、周囲に組み込まれた安全センサーが働き、筐体動作が一時停止する機能も見られた。ギャラクシアン3、アウトラン固定筐体、パワードリフト、メタルホークその他のゲームについては、カテゴリー、大型筐体ゲームを参照のこと。ありがとうございます。